ドナルド・オコーナーは、雨に歌えば、などで知られる、アメリカの映画俳優、コメディアン。本名は、デービッド・ディクスン・オコーナーという。性の発音はオコナーに近く、この表記が用いられる場合もある。1925年、ボード・ビリアンの、両親ジョンエドワードとエフィの7番目の子供として、生まれる。一家は、ドナルドの生まれた頃、オコーナーファミリーとして、 活動を行い、ドナルド自身も1歳で、初舞台を踏んだ。11歳にして、兄弟と共に、2人のメロディーで映画デビューする。パラマウントと契約して、ボージェスト、シング・ユー・シナーズなどに、子役として出演する。兄の病死により、一時ボードビルに戻ったが、1942年に、ユニバーサルからスカウトされ、ペギー・ライアンとのダンスコンビを組んだ。 グエン・カーターと結婚、軍役を経て映画界に復帰した後はコメディ作品フランシスのシリーズでコメディアンとしての人気を確立した。1951年にはジーン・ケリーとスタンリー同年の指名によって MGM 社に貸し出され名作雨に歌えばでジーンの相棒役を務めた。さらに翌1953年にはアイラブ・メルビン 小ほど素敵な商売はないなどの作品出演を重ねたが、ミュージカル映画が次第に下火になってゆく中で、活動の軸足をテレビに移していった。1956年、グロリア・ノーブルと再婚。晩年まで映画、テレビ、音楽などで活動を続け、2003年に、心臓麻痺で死去。78歳没。ありがとうございます。